はい、こんにちは、この子猫です。今日の一日一冊は哲学フレンズです。哲学を学び始めたい、でも難しい本からじゃなくて漫画から読みたいなという人にとって最適解なのがこの一冊。全ページ漫画、しかもですね、4コマ漫画、さらに哲学の要点はしっかり押さえていて非常に分かりやすい。哲学を語る上で基礎中の基礎となるギリシャの哲学者、彼らをですね、余すことなく紹介していく予定のですが、例えばですね、ソクラテス、プラトン、アリストテレスといった有名どころから、タレス、アナクシマンドロス、アナクシメネス、ヘラクレイトス、それぞれですね、万物の根源は水である、何かである、空気である、火である、ということを述べた哲学者なんですが、まあそういったですね、マイナーなところまで、ギリシア哲学者をですね、バッチリ教えてくれます。まああなたのですね、推しの哲学者もう必ず見つかると思います。ちなみに私の推しはですね、こちら、ピタゴラスちゃんですね。まあ、そしてですね、この本、もう一つ良いところがありまして、それは、哲学における非常に大事だなと思える観点を私に教えてくれたところです。どんな観点かと言いますと、すべての哲学は2種類に分けられる。プラトン派か、それ以外か。です。ちょっとこれだけだと分かりづらいんで説明しますね。まあ、プラトンといえばイデア論です。イデア論というのは、この世には我々の住んでいる世界とは別にもう一つイデア界というものが存在し、そこには全てのものの真なる形、あるべき形が存在しているという考え方です。まあ、噛み砕いて言うならば、この世界には正解が存在するという考え方です。プラトン以降の哲学は、正解が存在する派と存在しない派のせめぎ合いです。デカルトは、あらゆる存在を疑った末に、考えている自分だけは存在する。我思う。故に我あり。という正解を導き出したプラトン派、正解は存在する派です。ニーチェは、神は死んだと説き、正解は存在しないとした上で、個人個人が自分特有の正解を見つけられる人、超人となるべきだと説きました。と、こんな感じでプラトン派かそれ以外か、まあ、正解が存在する派かそうでないか派で哲学は分けられる。これをね、学べたところがこの本の非常に良いところでした。まあ、このようにですね、まあ、楽しく、まあ、キャラも可愛く、まあ、それでいて哲学の本質を学べる素晴らしい一冊となっておりますので、ぜひ哲学フレンズ読んでいただければと思います。と、こんな感じで、このチャンネルでは毎日一冊おすすめ本を紹介していますので、気に入ってくれた方はぜひ高評価やチャンネル登録していただけると嬉しいです。では、明日もまた会いましょう。バイバーイ。